はい、どうも皆さんこんにちは。DTM を楽しまれている方の中でマスタートラックのサイドの音像が狭くて楽曲に迫力が出ないと悩んでいる方がいらっしゃると思います。でそのようにですね、悩んでいる方にぜひ使ってみてほしいのが今回紹介するウェーブスのセンターになります。このプラグインはですね、 MS 処理によってステレオ感を調整するプラグインだと思われがちですが、このウェーブスのセンターはですね、ただ単に音をですね、ミッドとサイドに分けるんじゃなくて、この LR のモニタースピーカーの間にあるこのファントムセンターとサイドの音に分けて処理します。でこれによってですね、普通の MS 処理では不可能な処理がウェーブスのセンターではできちゃうんですよ。でそこら辺も交えながらですね、ウェーブスセンターの魅力を今回は紹介したいと思います。今回はですね、こちらの2ミックスに対してウェーブスセンターを使っていきます。でウェーブセンターを使う上での基本的な使い方は、このセンターとですね、サイドのフェーダーバランスによってステレオ感を調整する使い方ですね。一度2ミックス鳴らしながらですね、このサイドをちょっと上げていきます。で今ですね、サイドを上げてみましたが、2ミックスがですね、よりワイドになって迫力が出てますよね。オンオフで聞き比べると如実に違いがわかると思います。入れていきます。でウェーブスのプラグインは最小限の動作で最高のサウンドをというポリシーがあるんですが、このウェーブスセンターはですね、まさにそのポリシー通りの働きで、ただ単にですね、フェードを上げ下げするだけで2ミックスの仕上がりがですね、より良くすることができます。基本的な使い方はですね、このようにフェーダーバランスを取るだけでもいいんですが、ここからですね、ウェーブセンターならではの処理を紹介したいと思います。一度ですね、サイドだけで2ミックスを聞いてみましょう。サイドだけを聞いてみると、ドラムのキックやベースのですね、低域が結構鳴ってるのが分かりますよね。でこのサイドのですね、低域を消したいと思った場合、この上部のローをですね、センターに振ることで消すことができます。低域が消えてすっきりしましたよね。ただですね、ここにセンターのフェーダーを上げていくと、2ミックスのですね、低域はきちんと残っているのが、分かると思います。でこれがですね、どういうことかっていうと、このサイドで鳴っていた低域は実は削ったんじゃなくて、こうセンターに寄せた形になるので、サイドの低域がすっきりしながら、2ミックス全体としてはですね、きちんと低域のバランスが保たれてるってことなんですよ。逆にですね、2ミックスのセンターの低域がボワボワして、太すぎると感じた場合、ローをですね、サイドに振ることで、低域をですね、こうサイド側に散らすことで調整することができます。ちょっとですね、センター成分だけで鳴らしてみましょう。ローをサイドに振っていきます。センター成分の低域は消えてますよね。でもこの状態でですね、サイドを上げてみると、このようにですね、きちんと低域が残ってるんですよ。これはですね、高域のハイにも言えることで、プラグイン上部のですね、このローやハイは EQ によるブーストやカットではなくて、センターからサイドに、またはですね、逆にサイドからセンターに周波数成分を移動させるような意味合いになります。
一般的な MS 処理では EQ を使って処理すると思うんですが、それだとですね、2ミク全体の周波数バランスが崩れてしまう可能性があるんですよ。その点このウェブセンターはですね、2ミックスでの聴覚上の周波数バランスはそのままに音像を調整することができます。ただ単にですね、音をミッドとサイドに分けるんじゃなくて、 LR のモニタースピーカーの間にあるファンタムセンターとサイドの音に分けているからこそ、このような処理がですね、つまみ一つで簡単にできちゃうんですよ。で、あともう一つ、パンチという、パラメーターがありますが、これはですね、センターとサイドの間にある、トランジェント部分の制御に使います。パンチをですね、サイドに寄せるとセンターに停止しているトランジェント部分のドラムが漏れ出してくるのがわかると思います。パンチをサイドに寄せてみます。で、トランジェント成分はですね、楽曲の中でエネルギーに相当するという認識で、例えばですね、センターに停止しているボーカルを下げるためにセンターフェーダーを下げた場合、同じくですね、センターに停止しているドラムのキックやスネアといったトランジェント部分も失われてしまいますよね。で、それをですね、取り戻すためにパンチをサイドに回すことで、その失われたトランジェント部分、まあ、言い換えるならばですね、楽曲のエネルギーを取り戻すことができます。で、僕がですね、ウェーブセンターで2ミックスを処理する場合、サイドのですね、フェーダーを上げて、ステレオ感あふれるサウンドにして、で、ローをですね、センター寄りにして、サイドをスッキリさせます。ただしですね、サイドから低域を消すと音の厚み、まあ、言い換えればエネルギーの部分が乏しくなるので、それを回避するためにパンチをサイドに振って、取り戻す設定にすることが多いです。センターを入れてきます。ウェーブセンターを適用する前と後ではサウンドの広がり感や迫力が全く違いますよね。このようにですね、 LR のモニタースピーカーの間にあるファンタムセンターとサイドの音に分けて処理するからこそ、ウェーブセンターはですね、他ではできない処理がいとも簡単にできてしまいます。いとも簡単にというのが一番大事な部分で、ウェーブスプラグインの最小限の動作で最高のサウンドというポリシーがあるからこそ、このようにですね、ユーザーフレンドリーなプラグインになっているわけです。皆さんもぜひですね、このウェーブセンターで2ミックスの音像を調整してみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。